では足場をさらに動かしてみましょう。はい、シーソーを、倒しましてもしっかり足で、バランスを取りながら胴体の方でしっかり転倒せずに力を吸収しています。では先ほどと同様に次はこの、シーソーの上でスクワットを行います。足場が傾いている状況でも、しっかりスクワットができています。またこの状態でも外部からの力に強く足場を動かしてもバランスを保ちながらしっかりスクワットをし続けることができます。このように4脚ロボット唯一は高いバランス性能と柔軟性を持っていることが分かっていただけたと思います。これからユイスはさらに運動性能を高め人間と共存できるようなロボットをこれからさらに目指していきます。現在このユイスの、開発研究に協力していただける方を募集しております。ユイスに今回ユイスに興味を持っていただいた方